さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回は最近コスパのいいクーレイクーラーなどを出している、ディープクールからの新商品、LS720 と LS520 が発売されたのでそちらをレビューしていきたいと思います。今度こそ i9-1万2900K を冷やすことができるのか。確かにこれまでうちの i9-1万2900K を、ちゃんと冷やせたクーラーってなかなかないわよね。ということでこちらの新しい簡易水冷クーラーで、i9-1万2900K を冷やせるのか試していきたいと思います。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。ということで今回のこちらの簡易水冷なんですが、本日2022年6月24日に発売となった商品となります。こちらの新商品は全部で3種類出たみたいで、LS720、LS520、LS320 の3種類となります。こちらはそれぞれ 360mm、240mm、120mm ファンのものとなり、値段が2万1000円、1万6800円、1万2400円となっております。720、520、320、ファンの数に対応した数字じゃないのね。それなんですが、メーカーさんに聞いたところ、ディープクール内で新たな試みとして新しいナンバリングを採用しました。ということらしいです。なるほど、そういう理由があるのね。今後この型番を使ったどういうものが出るかも楽しみではありますね。ではこちらの商品ページを見ていきましょう。商品ページが英語だったので Google 翻訳で翻訳しております。まずディープクール LS720 プレミアムリキッド CPU クーラーは 360mm ラジエーター、3つの FC120ARGBBWM ファン、およびインフィニティミラーチャップ設計により、冷却性能と低ノイズ効率を最大化します。ということで今までよりも冷却性能と静音性が向上しているみたいですね。あとはウォーターポンプも新しいものになっているみたいです。冷却性能を最大限に発揮する第4世代高性能ウォーターポンプだそうです。付属ファンの性能は 2250rpm まで対応となっているみたいです。そして水冷ヘッドはロゴをカスタマイズできるみたいなのでこちらは後ほど試してみたいと思います。どんなものが出せるのかしらね。あとは仕様が書いてありますね。では実際に開封してみましょう。箱は最近のディープクールは環境を考慮してなのかこの段ボールっぽいタイプの箱を使ってますよね。これだと捨てるときは確かに捨てやすそうですが、パソコンパーツの箱ってなかなか捨てられないんですよね。皆さんはパソコンパーツの箱ってどうしてますか？ぜひコメント欄で教えてください。中身はこんな感じ。LGA1700 にも標準対応になっています。ではパーツ類を細かく見ていきましょう。シュララ。まずこちらの箱が、ネジや説明書が入った小物ケースとなっております。簡易水冷クーラーの小物ってどうしてもネジ類が多くなってしまうのが難点ですよね。ケーブルは別になっており、ネジやブラケットはさらに個装されていました。バックプレートは樹脂製になっており、強度はこのぐらいでした。力を入れてもそんなに曲がったりはしませんでしたね。こちらは先ほどの水冷ヘッドのカスタマイズの時に使うパーツとなっております。ということでこちらが小物セットの中身一覧となります。この時点でちょっと思ったのがケーブルが少ない、と思いました。まあそれは後ほどわかるんですが。続いてこちらなんですが、左はインテルの時に使うもの、右は AMD の時に使うもの、真ん中は共通して使うものになります。それぞれの使っているマザーボードに応じて、使うパーツは分けてください。では続いてファンですね。こちらは FC120 ファンと呼ばれるもので、特徴は右上に記載しておきます。羽は全部で9枚で、こちらは流体ダイナミックベアリングで静かさにも力を入れているみたいです。防振ゴムも標準でついてますね。続いては水冷ヘッドですね。こちらはかなりの鏡面仕上げになっているので、撮影する方はいろんなものに注意が必要です。ほんと伊達がすごい映っているわね。しかもこれ保護シールがついた状態でこんだけ反射するんですよね。裏面には標準でグリスもついております。樹熱ベースは銅製の鏡面仕上げとなっており、ベース部分も大きいので LGA1700 の CPU でもきちんと覆えそうですね。ちなみに先ほどの水冷ヘッド部分はロゴがくるくる回せるのでどういう向きでも対応できます。最初は少し力がいりますが、ロゴの部分を引っ張ると、こんな感じで外すことも可能です。ちょっと外すの怖かったですが。では続いてセッティングをしていきましょう。まずはファンを取り付けていきます。ポンポンポン。ネジ止めをしていきます。そしたらファンケーブルを取り付けていくんですが、
今回のファンなんですが、なんと連結することができるんですね。え、連結？はい、本来というか今までの RGB ファンっていうのは、ファン1個に対してファンケーブルと RGB ケーブルがそれぞれついており、そのケーブルをハブと呼ばれる機械に全部接続したりとかして、とにかくケーブルが多くなってしまうんですよね。なるほど、ケーブルが多くなると、ケースに入れた時あんたの苦手な配線処理とかめんどくさいわね。そうなんです。でもこのファンは一つのケーブルでファン同士を連結できるので、配線もかなりスッキリしますね。確かにそれはいいわね。では下準備ができたので、今回の検証機のご紹介です。CPU はもちろん、インテルコア i9-10900K を使っていきます。この爆熱 CPU を冷やしきれることができるのか楽しみですね。果たしてどうなることやら。シュラララ。では検証機に取り付けていきましょう。まずはバックプレートを入れていきます。バックプレートは LGA1700 の場合、このピンが一番外側に来ないと入らないので、すべて外側にしてから取り付けていきます。続いてクッションを挟むんですが、LGA115X系と LGA1700 はクッションが違うので間違えないように気をつけてください。こんな感じでクッションを取り付けます。続いて水冷ヘッドに金具を取り付けます。この金具、撮影しながらなのかわかりませんが、地味に取り付けにくいので苦手なんですよね。まああんた不器用だしね。それは否定できない。ということでこんな感じで取り付けます。では検証機に取り付けていくんですが、今回ディープクールから検証前に DM が来て、はい、シュラウド、LS720 なんだけど、水冷ヘッドの向きは6時方向で使ってください。と連絡が来たんですよね。おそらくこのポンプ的にした向きが一番パフォーマンスがいいということで、そういう連絡が来たと思うのですが、今回はあえて、全方向で試してみたいと思います。え、全方向？はい、なので6時方向から、9時、0時、3時とそれぞれ計測して、温度に違いがあるのか、それを見ていこうかなと思います。もし全部で100度になっちゃったら、その時は別の CPU を使います。では取り付けていきます。と言ってもここはそんなに難しくないのですが、水冷ヘッドをバックプレートのネジに合わせて入れて、ネジを回して止めていきます。ラジエーターも取り付けて完成です。で、あとは水冷ヘッドについているケーブル類も忘れずに、ポンプファンともう一つ、RGB ケーブルをファン同様に取り付けてください。なお、このシーンを撮影してるとき、そのケーブル類を挿すのを忘れてました。ダメじゃん。皆さんは忘れないように気をつけてください。それでは起動させてみましょう。スイッチオン。ファンも水冷ヘッドもかなり綺麗にライティングしてますね。ちなみに今ついているこの状態は初期からついていたグリスをそのまま使っています。ではこの状態でシネベンチ R23 をやってみましょう。さて温度はどこまで伸びるのか。あれ？そんなに上がってない。では結果を見てみましょう。シネベンチでの最高温度は86度と89度という結果になりました。おお、これはかなり冷えてるんじゃない？そうですね、今までこの i9 で100度に行かなかったのが実は2回目だったりします。どんだけ暑いのよ、この i9 は。では次は水冷ヘッドの向きを4方向に変えてどのくらい変わるのかも見ていきたいと思います。シュラララ。それでは4方向を試す前に、それをやるための条件を揃えていきたいと思います。条件が揃わないと比較する意味がないですしね。まず第一にグリスですね。グリスは毎回拭き取り、こちらのシミ押しグリスこと、SMZ01R を使用していきます。塗り方は、マスキングテープで養生して、グリスを塗って、カードで伸ばし、マスキングテープを剥がした状態でやっていきます。細かいグリス量とかはきちんと調べられないのでご了承ください。では4方向やっていきましょう。まずポンプ左方向が左上。続いてポンプ上方向が右上。ポンプ右側が右下。そしてポンプ下向きが左下という画面構成でいきます。ではシネベンチ行ってみましょう。では結果を見てみましょう。かなり細かくなってしまったので、詳しく見たい人は少し戻って一時停止をしてください。ということで4方向やった結果になるんですが、メーカーの言う通り、この水冷ヘッドは下向きが一番冷えていましたね。上向きでも近い数字が出ていたんですが、
やはり最大パフォーマンスを出したければ、下向きにした方が良さそうですね。逆に左右の場合は温度が5度以上も違っていたので、同じ簡易水冷で、ここまで差が出るっていうのも不思議だなと思いました。確かにそれは不思議よね。ちなみにポンプを右側につけた時なんですが、メモリとの干渉はとりあえずなさそうでした。まあマザーボードやメモリによっては当たるかもしれませんが。でもさっきの結果を見たら左右にセットする人は少なそうね。まあそうですね。あと先ほどの水冷ヘッドのカスタマイズなんですが、こちらをダウンロードしてみたところ、PDF ファイルと DWG ファイルだけが入っており、おそらく印刷して、先ほどの白いヘッドに貼り付けてカスタマイズするみたいです。てっきりソフトで制御できるのかと思ってました。それは今後に期待ね。しららら。はい、ということで今回は、ディープクールからの新商品、LS720 と LS520 のご紹介でした。いや、LS520 は何にもやってないじゃん。あ、いや、ちょっと尺的に。でも LS720 の良さが存分に引き出せたかなとは思います。まあ確かに結果的には下向きが良かったけど、どの向きでもI9を冷やしきれてたしね。ですです。この 360mm の簡易水冷が2万1000円と考えると、なかなかいいかもしれませんね。ということで本日はここまで。LS520 はまだ何もしてないので、LS520 でやってほしいことなどぜひコメント欄にご記入ください。もしこの動画が参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん。じゃんけん。ポン。またねー。